まあこれはこうやって、ほら簡単に終わる。いやいいんだこれで、うん、この言わないでいいのそれ。え、国鉄の昔40年前のSL の線路ですって。線路、ええ、JR の線路をもらって。JR じゃないでしょ。あ、国鉄。国鉄の線路をもらって切断したもんです。これは。だからなんだってよって言われる。だからなんだってよって言われる。なんでもなんだねって言われる。いや買おうと思ったって言ってないからこんなもんね。これはね石用にね作ったもんですこれ。うん、でこの先はちょっとまたね特殊なやつをね溶接してあるの刃物を。石何本はたいても大丈夫です、うん。これは自分で作ったもんです。オリジナルかい。これ作りたくてウェルダー買った。私が溶接したんです。私やったんだよこれ。これが言いたかったの。それでものためにウェルダー買ったの。そうだよこれ。これここつけるのにこの先違うの全然刃物、うん、これ この先だけつけたくて溶接機買ったの、うん、溶接棒はもちろん溶接用に買ったんだもん。いや溶接棒は余ってないのいっぱいある。あこれも全部直したんだよこれ溶接で。おこれ鋳物の溶接棒って別なの、うん、芋のステンレスとかね、うん、芋とですだ芋のやるこれも炊いて炊いてねもうひび入ったのよ、うん、これは真っ赤になったからねこれ炊いてこういう風に植える清姫というもみじですが、うん、それはこういう風にして栽培したんですけど、うん、これはこれで綺麗に美しく葉っぱ出るんだけども、うんうん、この鉢にこう寄せ植えして、うん、日本庭園風なこう庭風に寄せ植えしてみたいと思いますと、はい、少しこう浮かせるのでちょっと気分浮かせるので下にちょっと柄を引きます、うん、柄は柄柄色は色色かわいいじゃん。なんかトラさんみたいな。それでこういうこれはちょっと大きく見せるので、うん、ね大木に見せるのでねこういうここに苔張るからこう、うん、一応これで止めます。あそう、はい、これでそういうのも一応止めるんだ。止めないとダメだ、うん、深く小さく中に入っちまえばいいけどね、うん、これでしょ。それでこうでしょ。こういう感じにしてさあ次にここにこれを一応山の上に生えてるように見立てるのでこう上にこういうふうにねちょっと土留めのような感じでこれはね欅と申します。二礼欅葉の小さい欅が出るんですけど今は時期的にまだちょっとダメなのでとりあえずこれに将来ここからこう欅の葉がねこう見えるようにちょっとこうこういう感じね。ここに今苔くるからここだけあれば十分だからね、うん、あんまりたくさんいらないからこれでこういくでしょ。でこの根っこねそんなにこれそんなにいらないんでねこんなのちょっと伸びない伸びないこういくでしょ。こういくでしょ。それでここにこれ一応日本の庭園なので、はい、メイドインジャパンのエゾマツ、はい、メイドイン北海道だ。これをここにこう形いいでしょ、うん、これをここに入れるとこれはねちょっと
松だから高い方にいいんだけど、主役はこっちなのでね、これちょっと低めに植えます。普通はね、こっちが高くなるんですよ、本当は。まあね。そしてこっちが低いんだけど、水田のはこっちなんでね、これはね、もう今日は添え。これ、ちょっとここにいてちょうだいってやつでね、今これちょっと同じですけどね、これが葉出たらこう大きくなるんでね、これそんなに大きさ気にならなくなるけど、なるべくちょっと小さくするのに、そこを取って、こういう風になってるんですけどね、これ、これぐらい取っても大丈夫なの。それでここのやつを取って、ここに入れる。これはね、きちっと入るんで、止めなくても大丈夫ね。こういう感じね。こういう感じね。こういう感じにして、こうです。それで、ここはこれで入ったでしょ。これ、これちょっとこう、後でこう、微調整。あれなんだこれ。これは後だ。これ苔張るときにちょっと直すから、まあ、見てればわかるけど、ここは白一色にしないで、ちょっとこう石をこう置いて、で白くすると、ね、でこっちは苔にすると、でこれで一応全体的なレイアウトはできたからね、あに全体的な景観、レイアウトったら英語だからダメだね日本庭園作ってから英語をやめて、はい、全体的な全体的な流れができました、大体。それでそういうのは盆景しの、うん、盆景、ミニ盆景。それでこれで一応さっと表面を濡らして、中島かい、うん、中島公園にしようと思ったんだけど、2色色は土を2色使おうかなと思って、うん、白とね、この部分をちょっと茶色の違う色にして、うん、ナスの下全部白くしないでさ、うん、ナスの下はあれだね、うん、薪の松の下をさ土色にしてさ、うん、こうやってさ、したらね、結構種取れます、あれするか、苔で土留めするか、石でより、ここはな、うん、その方がいい、石、
したらそれなりにまたね、うん、イマジネーションが湧くんだよ。想像力、山を感じられさせる、山と滝を。これ葉っぱ出たら絶対綺麗。これ目出しなんか最高だよ。これ蝦夷松の目出しと、これの目出しと、これの目出しが、みんな目出しの綺麗な木ばっかりだから、うん、夏よりも春の目出しの綺麗な木ばっかり入ってくから、うん、これはちょっと綺麗だよ。葉っぱ出たらその本身は特に綺麗だね、うん、茶色と黄色と。一応こういう風にね、今のスタイルはちょっとなんか枯れ木の冬の、うん、冬のね、冬の庭だけど、うん、これ春になるとこの芽は真っ白な新芽が出てくるの、うん、これは蝦夷松でもね、白芽の笹の章って言って白芽が出てくるの。これは欅でも葉の小さいミニ盆栽用の、米粒ほどではないけど、うん、5ミリぐらいの葉っぱ、うん、これはこの親指の爪ぐらいのもみじ、うん、もっと小さいかな、このぐらいかな、こんなのがファーっと出るんです、うん、で大きくならないから、これがちょっと5月6月になるともうイメージが全然違います、今と。